ハッピーサンクスギビン、おはようございます。ただいま朝の9時になろうとしています。私は通常、朝の6時に起きる人なんですけれども、このだらけをまだ朝、まだ朝、まだ朝、いや、Sounds a dirty word。まだ朝？まだ朝。Sounds like motherfucker。まだ朝。No, still morning. Oh, okay. もうこんな状態です。感謝祭で早起きしようと思ったんですけど、なんか感謝祭だから、だらけることに感謝みたいな、いつも世話しなく生きているので、なんか特に集まる家族もいないし、実はやることがないんですね。旅行に行くわけでもなし、帰省するわけでもなし。まあこの後ターキーの代わりのチキンを焼いて終わりっていう感じなんですけど、なぜか感謝祭みんな盛り上がってたんですけど、実際はこんなもんです。ということで今日はめちゃくちゃ朝寝坊をしております。もう朝の9時なのにまだベッドでゴロゴロしています。もうこの人もそうですけれども、まあこれを現実の感謝祭を皆さんにお伝えしておこうと思って、事実を発信しております。もうそろそろしたらちょっと起きて朝の散歩でも行ってみましょうと、行ってみようかなと思うので、そういう状況もお伝えしようかな。聞きたくないよねこんな情報ね。まあということでね、珍しく本当に久々にこんな寝坊しております。本当に毎日6時、朝6時に起きるので、なんだろうなこのだらけっぷりは。ということでアメリカの皆様、ハッピーサンクスギビン。他の国の皆様はもう間もなく週末になるので、素敵な週末をお過ごしください。ジョーさん、Say something, please. Okay, happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Bye-bye.